はい、こんにちは、こんばんは。どうも、岡原です。今回は、マインクラフトのプレイステーションエディション体験版パート3ってことで、これ、今、一夜明けまして、ちょうどね、夜明けです。朝になりました。体験版ということで、パート1パート2でも言ってるんですけど、40分間しか遊べないということで、とりあえず家を作って、体験版はこれで、まあ、終わりというかね、まあケリをつけようということになってまして、さあ早速屋根つけましょう。これ置けるんですか、ここ。あ、落ちた。さすがに落ちますね、これは。え、どうやって屋根つけるの、これ。みんなどうやって屋根つけてるんですかね。階段作ってるんですよね、これ。玄関ここ入ってこんな感じで、あー広いですね、こうやって見てると。あー、朝になって、完全にもう朝になったんですけど、いやー、実になんかね、家らしくなってきましたよ。家らしくなってきまして、もうここもいっそ掘っちゃいましょう。下水道とかってパート2で言ってたんですけど、掘っちゃって、さあ掘って、あ、いいですね。わあ、我が家だ、城だ、城。ということで、なんか木材もいっぱいできたんで、どれだ、これか。たた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 た、失敗できたぞ。あ、あとこれ時間ですね、もう。あと2分ちょっとしか遊べないですね。2分と45秒。あ、やばい、これ家作って終わりみたいになっちゃってるんですけど、屋根がつけたい。あ、いる。最後にこいつとバトってきましょうか。水でぷかぷか浮かんですけど、これクリーパーってやつですよね。さあ、あれ、爆発するって出てて、爆発した。まあそりゃそうですけど、まあ、ダメージは食らってない模様なんでいいですけど、最後に屋根だけつけたい。屋根だけ、はい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 、登って、おお、我が家です。これが我が家です。屋根のない、雨が降ったらどうするのっていうね、我が家ですよ、これが。どうやって、これ、あれ、作業台が置けた。作業台は置ける感じなんですか、こうやって。あ、置けた。作業台で埋めていきましょうか。作業台で、あ、いったー。ちょっと落下ダメージもあるっぽいですもんね。ちょ、あとちょっとしかない。もういいですわ、作業台で埋めれるとこまで埋めますわ。ごめんなさい、なんかこんな変な家で。はい、いけないんですか。53秒ですね。まあ、これでいいですよ。もういいですよ、これで。ということで、すごい中途半端なことになってますね。けど、マインクラフトプレイステーションエディションの体験版ですけど、お時間が近づいてるということですよね、これ。まあ、この辺りでね、これだけできても満足ですよ、僕はもう。すごい、なんかよくやりましたよ、本当に。はい、ということで、ですね、マインクラフトのプレイステーションエディション体験版を3回にわたって、プレイさせていただきましたけど、なんかいますね、これ。今ね、2回目なんですよね。さっきのプレイで変な小屋と、まさかのね、作業台が、時間がなくて、作業台がね、屋根で、しかも中途半端なね、センスのかけらもないようなものを作ってしまいました。本当にすいません。はい。で、今2回目で2回目もやるんかいと思った人もいるかもしれないんですけど、やらないですね。なんとなく今始めただけなんでご安心ください。ってことでね、最後まで3回にわたってマインクラフト体験版ご視聴本当にありがとうございました。製品版の方ですね、そうですね、こういうゲームやったことほとんどないんで、なかなか新鮮になって面白いなって思ってるんですけど、まあそうですね、今現状ブラックオプス3、あとメタルギアありますよね、あるんですけど、まあそんながっつり時間取れるわけじゃないんで、正直その2作品で今満足してる感じではあるんですけど、そうですね、ですね、なんかマインクラフトもお値段そんな高くないんです、さっき調べたところ、まあ、気が向いたりしたらね、買うとは決まってないですよ、買うとは決まってないんですけど、
気が向いたりしたらやるかもしれないということで、はい、まあ、とりあえずね、体験版ということでこの辺りでケリをつけたいなと思っております。はい、では最後まで本当にご視聴ありがとうございました。以上、大川原でした。さようなら。